アクセルレックスアクセルレックスは、王の順次による漫画作品。講談社とヤフーコミックのコラボレーション企画、ヒーロークロスラインにて連載されていたウェブコミックである。また、この作品に登場するヒーローの名前でもある。連載期間は2008年11月5日から2009年3月4日であり、2009年3月30日に単行本が発売された。 記憶をなくした少年が小さな少女とひっそり喫茶店を経営しながら日常を過ごし時折警察沙汰に巻き込まれながらも成長していくアクションストーリー漫画である。マガジン Z の休館に伴うヒーロークロスライン第一期終了の影響を受け一旦連載を終了。続編が確定するまでは自身で公式グッズや同人誌を制作、イベントで販売している。 HXL 作品では、ジエンドと関連が深い。ちなみに、スタジオ秘密基地劇場にアクセルレックスが登場するが、スタジオ秘密基地劇場の舞台年代はカズマが記憶をなくす前のことであり、若干の矛盾が生じている。ヒーロークロスライン応援ブログ2008年9月2日の記事より、王の順次本人のサイトや、ヒーロークロスライン応援ブログに記載あり、 カズマ以外の人間が変身している可能性もある。学校に行く等の記述はなく、はっきりとはしていない。発売中のヒーロークロスラインアーカイブには中井田橋と記述があるが、本編やコミックスの表紙にあるショップカードには西池袋との記述があるため、こっちが正しい情報と推測。カズマ同様学校に行く等の記述はなく、はっきりとはしていない。 2009年11月発売のコーヒーブレイクより書き下ろし漫画で判明。ラジオドラマ、電波少女怪人レーダちゃんにて担当。ABC ドラマ CD、銀河ロイドコスモ X in ヒーロークロスラインドラマ、CD にて演じた。ありがとうございます。